お邪魔す。あ、今日の若林さん。先生は何を？この東洋軒さんのカレーパンですね。カレーパン。はい。いくつ？何個ある？70人ぐらいいるというスタッフさんが聞いて70。別の番組で食べたんですけど、あの間違いないなと思って。でこれってでも俺今気づいたんですけど、なんか預けて持って行ってもらうもんなんですよね。なんで俺が来たんですか。なんか厚かましくないですかね。ちょっと不安になってきた。そうなのよ。言ってほしい。今不安になってきた。すごい。ここ撮影が。もう撮影始まってんのかな。ここでいいのかな。すいません、じゃあちょっと今日スペシャルゲストの方がいらっしゃって。ナイスミドルじゃん。すごい。いやびっくりした。俺もいると思わなかったから。いやどういうことですか、どういうことですか。ちょっと差し入れしに来て。そう、カレーパンなんだけど。マジっすか。そう、いや撮影中ちょうど今ちょうど YouTube 見てたんで、東京ドームの道ね、全然気づかれないの若林さんから。そうだこんな道歩いて。いや、このジャージ姿がちょっともうおかしくなるわ、時空が。そうなんだ、48が。うわー、いや、ありがとうございます。2人がさ、すごすぎてさ、なんか、いや、いよいよ自分が喋ってんのかなって、なんかおかしくなるぐらい。本当ですか。でもなんか2話、3話ぐらいから、若林さんが、あの、感想の連絡をくれなくなって、あ、若林さん、見るのやめたのかなって。くれてたんで。カイト君、それカメラの前で言っちゃダメ。いや、ナイスミドル。でもタイムスリップして未来からね、来た俺からのアドバイスだけど、ボケとツッコミ変えた方がこれでオードリーさんのボケとツッコミって変わったんだ。いやー、そう、行ってきましたよ。へえ、東洋軒さんのブラックカレーパンを差し入れされたんですか。そうなんですよ。美味しいんですか。他のところで召し上がって、で食べて、もうあのこれを差し入れしてる自分がパッて思い浮かんで、へー、すごい、これにしようと思って。なんて美味しそうなんですか。これめちゃめちゃ美味しいのよ。またもう一回差し入れ行くから、またあの、もう一回行くんですか。いや、行こうと思って。ちょっとなんか趣味になってくるかもしれないけど。なんか、やたらドラマ現場に差し入れ持って現れる若林さんみたいな。でもよかった、いいこと聞けました。見るもんですね、やっぱり。